ブラウフェルデンはドイツビュルテンベルク州シュベービッシュハル軍に属す町村。ブラウフェルデンは標高320から488メートルの法遠道へ平野に位置する。この町の境界はシュベービッシュハル軍の北側を帯のように法遠道へ軍からバイエルン州まで横断している。町域は首湯であるブラウフェルデン地区とその周辺の 1970年代に合併した、それまで独立した町村であった、ビリングスバッハ、ガンメスフェルト、ヘレンティアバッハ、ビーゼンバッハ、ビッテンバイラーの各地区からなる。各地区は、さらに多くの居住区から構成されているが、そのほとんどは少人数の区画からなる。ブラウフェルデンに隣接する市町村は、西から時計回りに、ムルフィンゲン、シュロツベルク、 ローテンブルクオップデアタウバー、ロートアムゼー、ゲイラブロン、ランゲンブルクである。ムルフィンゲンとローテンブルクオップデアタウバーを除きすべてシュベービッシュハル群に属す。市町村再編の時代に、それまで独立した自治体であった5つの町村がブラウフェルデンに合併した。農業を主な産業とする、この町は19世紀の経済発展にほとんど加わる。 ことはなかったが、家畜生産とそのマーケットの中心的存在として重要な位置を占めた。農業は現在でも重要な役割を果たしている。ガンメスフェルトにあるレイハイザンバンクは経営者と従業員ただ一人のコンピュータも使われない銀行であるが、ドイツで最もたかり回りの最も小さな銀行として知られている。この町は鉄道タウバータル線クライルスハイム。 ベルトハイム間のルートにあたる。1996年までランゲンブルク行きの支線が、ここから分岐し、町内のビッテンバイラー駅やラーボルツハウゼン駅にも停車した。この支線の旅客運行は、1963年に廃止された。ブラウフェルデンは、プロテスタントのビュルテンベルク地区教会のブラウフェルデン、教会支部の所在地である。 スタタスティシャスランディーゼムットバーデンベルタンベク、ベボケルウングナウハナッシュナラタットウントガッシュレッシュと AM31 デトセンバー2020。ありがとうございます。